はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル強化パワコー、今回は火山印を使っていきたいと思います。でちなみに自分はまだ火山印取ってないのでお借りしてます。で火山印の方は得意練習、総力とメンタルの2種類持ちですね。でそれを踏まえてテーブルを確認していきますと、敏捷ボーナス4がついてタックは 45%、まあ、2種類持っているのでちょっと低めではありますね。で、得意練習率アップ15に、35レベルになると練習効果アップ15がつきます。で、固有持ちで精神ボーナスと得意練習率アップですね。なので得意練習率アップに得意練習率アップの固有がついて、さらに、得意練習は2種類ということなので結構得意練習には現れる感じになるのかな、ちょっとよくわかんないけど、まあ、ただね精神の得意練習があって回復量がね、増えないっていうところはちょっと痛いかなという感じがします。で、コツの方が走塁、内野安打、ラッキーボーイ、本塁生還、トリックスター、金徳のトリックスターなので、骸骨が、格乱になりますね。でちなみに金徳は不確定ではありますけれども、このトリックスターになります。で余計なものとかあるのかな、はなさそうですね。まあ、そんな感じになってます。で今回はまあ足の速いキャラを目指そうということで、内野安打王の、相良さん連れてきて、電光石火の、日野と外野なので、一応守れるキャラにもしたいので、凌介さんの、魔術師とちょっと打ちたいので才賀の、一球入魂で、一球入魂の快活を大谷くんで取っていくと。で大谷くんはさらに野手能力でレーザービームも持ってますので、まあ、ここら辺ね、コツをうまく被らせて広角打法とかね内野安打とかもありますので進めていきたいと思います。ちょっとこれでやってみましょう。走力がねどうだろう、日野とね火山印だけだからね厳しい感じはするんだけど、火山印がねそんなに敏捷ポイントを稼げるキャラではないと思うので、ただどれだけね、得意練習で出てくるかっていうのにもなりますので、これちなみに何がいいんだ、敏捷ディフェンダー、ミッドフィルダー、ゴールキーパーとか、なんだっけ、ゴールキーパーとかにする、どれもなんかまんべんなく入れてる感じなんで、タイガも結構久しぶりだね使うの。なのでサイガくんに関してはパワヒと広角と片身打ちだよね。コツは本当優秀だよね。ちょっとだけねイベントが弱めになってるんですけども、初期キャラなんでまずは片身打ちを潰しましょう。ディフェンス、うん、いいね、敏捷が上がってくれる。凌介さんもすっげえ久しぶりだね、災害より久しぶりだからね。もうイベント内容とかちょっと忘れてるからな。で日野も久しぶり、もう今回は久しぶりキャラだなみんな。メンタル、相良さんがいるので評価を上げていきましょう。メンタル、マッチアップって何？ハードなプレスで相手の体力を削る、もうなんか謎だな。サッカーはね小学校の頃とかやってたんだけど、別にそんなこと考えないじゃないですか、多分ただやってるだけっていう感じなんで、専門用語をね出されてもよくわかんない。火山印、かく乱は一応取っておきたいよね。無理か、まあ、金徳不確定とはいえ骸骨は一度押さえておきたい。大谷くんはねマジで挑戦者、大谷くんが来たらねガチで引きに行くんだけどな。これは注意をしておけば相良さんの評価が上がるかな。2周年記念とかでね大谷くん今活躍してるから大谷くん来ないかな。
まあ、あとはサクスペ専用キャラが来るかどうか。シュート力、パワーヒッター、これってなんか連動してんの？これって別に何でもないイベントだよね。みんなに合わせる。チームメイト評価、スバルか、10本打ちたいね。まだ全然打ててないからな。どうする、この怪我率だったら寝ちゃおうか。あとは相良さんの評価がどうなってる。こいつの評価上がんないね。サイガが乗ったけど、まあコツがあるのと、まあコツだね。さっきはコツがもらえなかったのでコツくれ。能力アップか。こいつは何、コツくれない君かな。さわやきマネージャー2回目。よしよしよし、いいね。もう1回くらい練習しないとダメかな。でもそうだね、コツ、日野のコツか、取っておきたいけど、やはり彼女が最優先、女の子最優先でしょう。これでどうだ、1回評価に乗ってくれればね。とりあえずスバルが来たから少し能力を上げておく。弾道は2でいいか、いいまで持っていけるね。あとは練習、相良さんは乗った、大谷がまだ、凌介さんか、どうしようかな。スカウトさんがいるのでここにしましょう。メンタルばっかだな。なんなん、待って待って待って、分からんいやいいんだけど、気にしなくても。後半編集って読むの、試合の後半で調子が出る、尻上がりみたいな感じかな。悪球打ちはいらないからね。一杯の紅茶、これが調子安定で、調子極端で、なんかコツだったよね。調子安定にしよう。紅茶とか俺全然好きじゃないからね、全く飲まないですね。ここは大谷くんだな。メンタル、よし、告白が来た。まあ確かにこんな姿見たらちょっと引くよねまあ俺も同じ気持ちになるけどさ、そんなに汗臭いんだ。10本打ちはね、ほんと厳しいよ。おお、これはどう、危ない、なんかボール球っぽかったけど、ゲーライトフライかよ。もうやる気をなくした、強振でいこう。ほら、パワーいいはきついね。やっぱりでもこの時じゃないとさ、パワーコーなんてもうやんないからね。狙えるものは狙っていきたいけど、10本はほんと厳しいよね。俺とか多分寸前罰だから、9本とか来てたらさ10本目でしくじりそう。タイピン罰の寸前罰だからな、多分パワープロで例えると。専用の練習は精神しか今んところやってないね。イベント経験点がね、もうちょっと上がってくれると嬉しいんだよね。最後は、日野、コツをくれ。盗塁、
ドリブラー、なるほど、走塁っぽいね。確かに言われてみればやっぱりサッカーと野球は連動してんのか。ちょっと待って、これすっげー減らされるぞめちゃくちゃ体力を削られた。メンタルに特に何にもないんでデートしましょう。相良さんのデート内容も全然覚えてない。勝手に進んでいくっけ、まあ、勝手に進んでいくやつがいいよね。分単位か、まあ、でもこういうのをさ作ってる時が一番楽しいよね。これはもちろんでいいんだよね。ちょっと大丈夫だと思うけど、一応ちょっと見てみよう。金徳、もちろんだね。これで進んでいきましょう。体力を削られるのか、今ちょっと体力不足だからな。でストレッチと、足りないといえば、うお、これはダブルタッカー来てるけど無理。デートをするしかない。あと30分待つはずだったってさ、そこまではさすがに読めないよね。おお、筋力を50くれる。これなんかあったっけ。涼介さんはなんか選択肢がどっかで出てきた気がする。ちょっと涼介さんのページをすぐ出せるようにしておこう。ネットの方で守備連だよね。ちょっと待ってくださいね。涼介さん、涼介さん、あれいねえ。まあいいや、とりあえず守備のページを開いとこう。コツ、火山院か、こっちにしよう。コツだな、やっぱり。この子は練習ばっかりだね。お、ストレッチいいね。ストレッチマンウドだからねここか、ちょっと確認します。フェイスっていうのが金徳の方だっけ。フェイスが金徳だね。気をつけろよ、失敗するとイベント終了になっちゃうのか。成功すると守備職人が入るけど、まあ、やめとこにしよう。まあ、守備職人1だったらね、まあ、ちょっと危険を犯すほどでもないと思うので。でどうしようかな。相良さん1回練習しておく。監督とか全く評価上がってないよね。回復しとくか1回で、2周目と3周目は練習しましょう。ここで体力を削られないのか。ゆうるちゃんが出てきてくれた。これはもうこれでいいよね。テクニック、技術か。技術精神が上がるのはこの編成にとっては結構いいと思うんだよね。荒れ玉だったら荒れ玉の人に投げてもらえばいいけど、この編成は荒れ玉がいないからね。何してんの、なんか投げてんの。一応敏捷ポイントが上がったけどさ、うん、まあカザインくん悪くはないか。まあラブパワーがついてるとはいえ、練習効果アップ 15% っていうのがやっぱりいいのかな。マリーシア、ラッキーボーイ、これは通常イベントだよね。これも福井部か。1回目は勝手に終わる、2回目も勝手に終わるけど、成功失敗があるのか。こいつらユニフォームだから寒そうだな。
んな真冬の時期に。筋力、人はいっぱいいるね。人がいっぱいいるから結構経験点にはなる。てかラブパワー結構継続してるね。また続いてる。今何か音がなんかへちゃペコペコペコみたいな。こんなんだっけ。小吉、ソウルダブルタックってか総力ポイント、敏捷ポイントがかなり溜まってきてる。一回揃えようか。 D で揃えられるよね。肩も D まで持ってきましょう。今回外野なんでね。大谷くんのレーザービームと総力を生かした守備範囲の広さでちょっと外野を選びました。で日野があれか、日野筋力ボーナスがあったよね確か。こいつの金徳のイベントの方全然進んでないよね確か。イベント数的にはどうなんだ、まあ、相良さんがね福井部だからね、告白を合わせれば3回あるっていうことになるから、まあ、なんだかんだででも日野いいよね。あれラブパワーマジ長くね。決定力、アベレージヒッター、負けたか。さすがやべ。魔術師レベル2か。あとは1回守備職人もつかみたい気がするけどなかなかコツが来ないね。まあポイント的には普通だけどやっぱり回復量がね増えてないっていうのがほんと痛い。マッチアップに粘り打ち。ここは見守っていいよね。もうみんなの評価は上がりきってるはずなんで。騎馬が出てきたからな、ちょっと能力を上げていきますか。 C は欲しい。アンダ製造機を狙うかアーチストを狙うか。すでにアベレージヒッターのコツを取ってあるからな、アンダ製造機でもいい気がする。メンタル、メンタル不足にはならないか。こいつはえー、読まない。確実に回復しよう。バレンタイン前なんだけどな。タックのコツ、これはコツだよねやっぱり。広角打法、よしよしよし。パワーヒッターだね。サイガのコツが来てくれればな。 PK チャンス。ここでストレッチ来てもしょうがないんだけどな。相良さんもバレンタイン回復量ってどうだったんだっけ。ほんとこの子はツンデレだよね。俺はあんまりねツンデレはそこまで好みじゃないんで、まあ、デレがあるからまだ許せるけどツンだけだったらほんと無理っすね。ほんと無理っすねってお前何様だよっていう気はするけど。オール C に合わせましょう。で、コツを取れるのをちょっと取る。盗塁はね5にしたい。あ、パワーヒは2で取ったんか。なんで2で取ったんだっけ。固め、粘り、他141か。まあ、時間取りもできなくはないからね。気分屋は本当にいらない。
いつも言ってるけど、なんだかんだで技術がなくなったな。コツ、涼介さんだな。ここは涼介さんはね、ちょっとコツの数が多いからね。体当たりとか持ってんだっけ、忘れてた、マジで忘れてた。粘り打ちとかくれんのかよ。まあ、教えないで、まあ、ここら辺は普通に行きましょう。金徳に関係あるのって3回目だけだよね。なに、ヒットか、さすがに重いね。これは打てない。どうする、ミートを開くか。打つ、キャー負ける負けてしまう、危ない。うん、メンタルにコツが来てるか。広角打法は取ったよね。潰さなきゃいけないものはなかったはず。レーザービーム、ここも体力を減らしたくない。矢部くんにするとね、やる気が増えるんだけどね。経験点を捨ててまで評価を上げる必要はないと思うんで、メンタルが来てますね。メンタルしましょう。あれ、これって何回目、もう3回目。足が動かない、なんか大丈夫だ、どうだ、流れが分からん。成功したのかどうなのか。おお、トリックスター掴んだね。ただ今のところ直撮りモードだからね。こっちにしたい気がするけど、コツも掴んでおきたい。涼介さんはさっき体当たりをもらってしまったからな。そういや体当たりしてたもんね。ダイヤのエースアクト1の方は見たんですよね。アクト2の方はまだ全然見てないんですけど。アベレージヒッター、アンダー製造機取ろっか。じゃあ変われ変われ、体力回復のために変わってくれたまえ。どうしよう、ヒノカサイガもいるからね。やっぱり筋力結構乗るよね。監督もいるし、監督の評価上げも兼ねて総力で、でろくな練習がないのでここはデート。内野安打もまだか。結構つかみたいコツがいっぱいあるな。おお、体力めっちゃ回復したね。やる気上がれ、よし。涼介さん、アベレージヒッターはもう5になったのか。パワーヒッターは残しておこう。ちょっと筋力足りてないからね。レーザービームは取っちゃっていいでしょ。トリックスター重いね。直撮りはさすがに重いわ。ちょっと涼介さんのコツを確認します。盗塁は5にしたい。送球も直撮り無理、バントも無理。粘り打ちは取った、アベレージヒッターも取った。体当たりだけ、まあとは何が来るかということで。宇戸くんがいるね。ストレッチしないかな。送球、おお、ストレッチ。さらにコツが大谷か。内野安打のね、
骨を取りたいからね。練習か。まあ筋力は足りてなかったんで、よしとしましょう。守備力。勝負だ。一応アベレージヒッター持ってるっちゃ持ってるけど、強振でいきましょう。広角打法があるんで、今ホームランいったかな。何、今のってさ普通取れないよね、試合だったら。ピッチャー返しが結構厳しい気がするってか、なんだかんだで、ね、あんまり打てなかったし、まあ別にいいんだけどさ、勝てれば。うん、走塁結構来るの。そして才賀がおまけでついてくる。はやここは安打製造機にしましょう。足の速いキャラになる予定なんで、ダメなの今の。まあ、出塁率を上げると。これ無理だ。牙とかマジで打ちにくいわ。スコアには乗ったね。ちょっとホームランを何本打つとアーティストになるのかっていうのがよく分かんないんで、ミートを開いていきましたけど、アンダー製造機13%。 ちょっと無理だね。 10% 乗っちゃうと怖い。さからさんは4回目。技術か。あ、そうかそうか、試合。あれ、これ足りてないよね、代打か。俊英と戦うけど、そりゃ才賀がこっちにいるからね。弾道はちょっと今のうちに3にしちゃいましょう。で、敏将ポイントはやっぱり結構あるね。ただ、有り余るほどの敏将ポイントはないからね。ここでトリックスターと電光石火が重いからね。これはちょっと取られてしまった。もう一回待ってこい。もう一回。よし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 。どうなのこれ。いやー、 V スライダーは打てないよ。これだー。汚名返上。ゲーム最後。スバルとかさ、マジで炎上するよね。まあ、なんとか3点で終わったけどさ。どうしようかな。チームプレイ丸とか取る。ゴミ拾いにしとこう。あれ、ラッキーボーイって取ったんだっけ。そういえばもしかしたら無駄になっちゃったかもね。災害日野か。日野だな。パワーヒッターも最悪2で掴む。盗塁ゆっか5。よし、5月の2週か。まだ恐れるなんか来てないからな。りょうすけさん、盗塁はだってもう5になったからいいでしょ。守備職人よくねー。よし、ありがとう。ミート1で掴むとさ、どうなの？ 1 ポイントずつくらいは減るのかな？ち
っとわかんないけど、盗塁はまず掴んでおくでしょ。安打製造機ももう取る機会はないから掴む。パワーヒッターは置いておきましょう。魔術師ももう取っちゃうと、こんなもんか。であとはまずは総力を A にしちゃおう。そこから金徳を考えよう。ちょっと他 C で置いとく。走塁か、どうしようかな。火山だからな、経験点的にはこっちの方がいいよね。54、あ、こっちだな。経験点に目がくらむ。ここでラブパワーか。ちょっと体力はないんだけどな。あ、そうか、大谷君初球もらってないよね。ちょっとみんなコツが多めだからね。まあ、サイガは3つだから安定性はあるんだけど、どうしよう、ラブパワーか。いや、終わらせちゃおう。まあ、だからね、あの左利きっすね。左投げの左打ちみたいな。内野安打王。叱る。よし、まだ継続中だな。筋力、いや、ここは日野だ。敏捷は足りなくなるはずだ多分。スライディング、どうだ。これって別に3とかでも掴めるっちゃ掴めるよね、うまくいけば。だけど、あー、涼介さん、日野、大谷だな。これちょっと初球を狙いに行きたい。内野安打も取ってないんだよね。電光石火も取っちゃおう。うん、直撮りでも3であればこれか。まあ、とはいえやっぱりコツは欲しいから、大谷君と練習。コツをください、とりあえず。さよなら男よりによってさよなら男か。で、これはもう骸骨はね、しょうがないよね。サッカー練習でたまたま取れない限りはもうどうにもなんないんで。コツ、涼介さん、もう寝るしかないね。これもまあ単なるイベントじゃない。どれくらい経験値もらえるんだっけ。どっちかっていうとチームメイト評価が上がるから、まあ、最初の方に怒ってくれれば嬉しいけど、大谷君、火山院、トリックスターだね。内野安打は取れてないからラッキーボーイは本塁生還か。本塁生還も直撮りは無理だからね。本塁制か80使うからな、ちょっと無理だな。ラッキーボーイはもう潰してある。ただこいつはなかなかコツをくれないんだっけ。とにかくコツをくれ。うん、練習だね。コツくれないね、火山院。あれ、もしかしてさ、火山院と一緒に練習するとさ、経験点増える。サッカー練習70とかめちゃくちゃもらったよね。普通50いくつだもんね、確か。とうとう7月の1週になってしまった。いや、筋力組がいればそれなりに走塁練習でも筋力をもらえる。1番か、まあ、足速いからね。しかも電光石火だからね。入魂もね、直撮りしようとすると結構きついんだよね。パワー比をどうするかな。まずパワーはね、 B にしておきたい。てか基礎能力は一旦 B に揃えておきたい。で、こっから経験点と金徳と、まあ、特殊能力の具合で振っていこう。
一旦基礎値はこんな感じ、あとは特殊能力を優先させると。カットボールか、全然わかんない。そう、戦闘出したな。ハイピン打たれてる。カットボールマジで曲がんないな。いくつだカットボールのレベルが。変わってるし。アンダ製造機とか、おお、取られた。奥田くんになってる今度は。まあ1点はしょうがないよね別に。あれ試合経験点ボーナス大谷くんは持ってたよね。あーなんもない、悲しすぎる。ここはちょっとスカットさん評価も上げられるし精神にしよう。メンタル勝負、まあ、この能力であれば勝てるよね普通に考えて。コツ凌介さんか、どうしようかな。ここ悪くないね、経験点的に悪くはないんだけど、こっちにしとこう。ここはまた技術にする。キバだ。パワーは B あればなんとかなるからな。チャンスか。結構特殊能力が残ってるよね。まあ、基礎値はやっぱり一旦これで落ち着かせよう。1点取られたか。スバル攻撃に入ります。先頭バッターはトムだ。ほら痛烈、入れば同点だ。パープリードで迎える。結構きついよね、その先頭打者で一気に同点にされるって。精神的にちょっと待って待って待って、やっぱさ、トップバッターはトムだ。待て、初球引っ張った、フェアになってしまった。点を取ってくれ、取れなかったか、やばい。まだ牙投げてんのか。今日2本のホームランを放っているトムだ。決まったストライク、第2球投げました。これはいい、1点化した、あと1点どっかで入れてくれ。おお、危なかった。本当に危ないよスバルは。コツコツコツ、凌介さん、大谷、大谷だな。あれサヨナラって取ったっけ。まあ練習か、これかラスト練習。甲子園行くともうサッカー練習ないよね。コツコツコツ優先。日野、日野ってなんかあったっけ他に。なんかもう取り尽くした気がするんだけど、間違えちゃった。チャンスか、まあ、チャンスはでも5にしときたいからね、どうせ取るんだったら。まあ、どっちでもいいや、うん、練習でもいい。429の敏捷ポイントか。あー、じゃあ一旦走塁は潰しちゃう。大谷君そうか、走塁もあったからこれ潰しとかないといけなかったね。送球もいいや、潰そう。パワヒかー、あ、潰しとこう。内野安打王はまだ1球。入魂もね結構するね。さよならやっぱ取ってなかったわ。切磋琢磨か、これは取れるときに取ろう。トリックスター。ま、取れないことはないよねこの経験点からすると。お待たせ、また1点取られてるよ。俺が先頭打者ホームランで心の落ち着きを取り戻させてあげよう。追加点のチャンスを迎えました。まだ鉄砲を使っているか。アンダーランナー3塁で打った強い当たり。
パワフル。この回は打順よく1番からの攻撃。トップバッターはトム。打った、これは強烈。まあ大丈夫でしょう。どこだ、コツ12番。まあ日野か、ちょっと日野だったらこっちにしよう。メンタルで体力を回復させて次練習する。てかこれで疲れる可能性があるんだよね。これなんだよ、退散しよう。さよなら男か。さよなら男はだって掴んだもんね。大谷くんからもらったのがさよなら男だよね。そうだよね。割と直撮りになっちゃったかな。コツはね、かぶらせたつもりではあったんだけどね、割と。2回の裏、あれ俺いつの間にか5番になってるよ。先頭バッターはトムだ。打った、これは強烈。いった、なぜだ、俺の先頭打者ホームラン伝説が。なんと3試合連続で先頭打者ホームランみたいな、それ絶対記録になるよね。6回の裏、パワフル攻撃に入ります。この回のトップバッターはトム。これだけ取れればさすがに大丈夫でしょう。1点取られるくらい、どうってことないよ。連続でホームランを放っているトムだ。スライダーボール。第2球投げました。あっと、右中間、一投。さて最後の練習でコツが来てくれるか。無理だったら直撮る。ない、本当にタックも何にもない。何がいいんだ、走塁にしとく。じゃあ金徳はもう抑えちゃいましょう。まず内野安打を、まあまあまあ3で取れれば直取りでも悪くないから。1球入魂重いね。1球入魂重かったけど、トリックスターで足 S にしよう。2回シャキンシャキンってやっちゃったけどさ。でこれでだいぶ総力を使ってしまったから、0対0で迎える2回です。バッタートムだ。ああ待って、ストライク、少し意識しすぎたか。そうだね、完全に意識したね。インボー際どい球、カウント1ボール1ストライク。投げました、打ちました。正面、アウト。フォークはやっぱり難しいな、打つの。4回です。ノーアウトランナー1塁という場面でトムだ。打ちました、いくか、よし。まず1本、もう1本欲しい。変わってる、早いな、珍しいぞ。ちょっと待って、とりあえずフェアにはなったか。もう1本だね、そうすると。入ってくるね、入れてくるよね。第2球、シュート決まってバッター追い込まれました。今のは分かんなかったな。ストレートはもうアウトコース低め、カウントはワンボールツーストライクです。しまった、危ない。アルボール。これ入れてくる、入れてこない。カウントはツーボールツーストライク。入れようとしては来たけど。次は6球目、投げた。あ、これで、わあ待って、これは平凡な。外か、結局ホームラン1本のヒット1本。何点取れる、90か。まあいいでしょう。ドラフトは1位。でもね、守備範囲の広いキャラクターだったね。電光石火高速ベースランキャラを作ったからね、まあ、今回トリックスターだから塁に出ればピッチャーをめちゃくちゃ警戒させるっていう、
そんな感じになるんだろうけど、まあ、9000は超えたと。筋力がなんだかんだで余ってきたな。じゃあパワー A にしようか。勝った。待って、パワー A にするとさすがにすげえ筋力使うな。守備系の方をちょっと強化したいんだよね、どうせだったら。よし。で、チャンスは取れる。他取んなきゃいけないやつ大体抑えた。大体掴んであるね。ってことはパワーを上げよう。コブは全然意味ないから精神をね消耗させたいんだけど、94の上り上司、ささやき破りだったら上り上司の方がいい。どうしようかな。逆境か。逆境取ってそっから上り上司とかっていけんのかな。あ、いけなくなってんな。筋力1単ね。じゃあ窮地にする。なんかこれあれだね、貝みたいな感じになってるけど、まあいいでしょう。盗塁アシスト取って少し敏捷があるのか。ゲッツー崩し、高速チャージは特に必要ないはずだから。ヘッスラってさ、総力 S のヘッスラって意味あんの？なんか総力がいくつ以上になるともうヘッドスライディング遅くなるっていう都市伝説なのかな、ちょっとわかんないけど、ちょっとヘッドスライディングは置いとこう。なんとなくちょいと使っていきますか。こんな感じ。あとミートがいけんね。よし。はい、というような感じで、まあ、火山院ね、まあ、弱くはないけど、もう一つ、まあ、強キャラになるためにはやっぱり精神のね回復がないっていうところが痛いんで、まあ、悪くはないけど、まあ、やっぱもう一伸び足りないような、物足りないようなキャラクターの感じですかね。まあ、ただね基本配布キャラで、まあ、配布キャラって言ってもさ、めちゃくちゃ必要だよね。35じゃないや、 SR の火山員取ろうとすると、これと全然あれが足りないんだけど、サッカーボール。まあパワチャレもそこそこしかやってないからあれなんだけど、溜まるのかなっていうのはちょっと心配ですね。まあいいや、とりあえずパワチャレ頑張って、まあ火山員はね普通に35で固有が発動するんで取っていきたいとは思ってます。というところで今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、 Twitter のフォローしていただければ幸いです。